レオン・ジョゼフ・フロランタン・ボナはフランスの画家。ボナはフランス領バスクの中心都市であるバイオンヌで生まれた。1846年から1853年にかけて父親が本屋を経営していたスペインのマドリードで暮らした。そこでライムンドでマドラー遊いがれたから絵の指導を受けた。父の死後、バイオンヌに戻った後、1854年にパリへ移る。 エコールでボザールで学び、肖像画家として知られるようになった。ボナの肖像画にはベラスケスなどスペインの写実主義の影響が強く見られる。ビクトル・ユーゴーの肖像画を描く1867年にレジオンドヌール勲章を、1869年にはサロン賞を受賞し、初めて芸術アカデミーのサロン審査員に選出される。以降、保守的なサロンの重鎮となった。 1888年、ボナは、エコールデ・ボザールの教授となり、1905年5月には、ポール・ディボアの後を継いで学長となった。生き生きした、肖像画のほか、パンテオンにある、聖ドニの殉教といったテーマがも有名である。ボナの教え子には、アルフォンス・オスベール、ギュスター・ブ・カイ・ユボット、マルク・オーレル・ド・フォワ・スゾール・イコール・コテ、ジョルジュ・ブラック、ラウル・デュフィ、モーリス・バセロン、 フレット・バーナード、アロイジアス・オケリー・アン・リド・トゥー・リューズ・ロート・レックなどがいる。1922年9月8日、オワーズ・ケン・モンシーイコールサンテで没。ありがとうございます。